はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠沢亮でございます。私、夏の参院選東京選挙区に立候補する予定なんですけれども、多分令和もですね、候補者出してくるだろうとは思うんですけれども、山本太郎っていうか令和のですね、政策はですね、外国人生活保護推進みたいであります。山本太郎がこんな凱旋やっておりました。困っている人がいたら助ける、それは当たり前のこと。まず日本人を救うけど外国人も救うよという、成熟した国なら日本への印象大きく変わると思うんですよね。日本っていい国だなって、つまり世界からよく思われたいから外国人生活保護もしろと、こんなこと言っております。ネットの反応です。財源どうすんの。日本はすでに世界中から称賛されてます。印象で政治をやるな。印象良くなったらどうだって言うんだよ。世界中から働きたくない外国人が押し寄せるだろうが、そんなにかわいそうならお前ん家で引き取れ、ポケットマネーでやれよ、税金使う。これもっともですね、日本を破壊したい共産党の二次団体なんで、外国人の生活保護を推進しても全く不思議はないですね。都合が悪くなるとすぐに怒鳴る脅すの共産党国田と一緒に共産党候補の応援凱旋、山本太郎をやっておりました。京都選挙区の参院議員候補倉林明子って人の応援演説ね。これをですね、国田、怒鳴る脅すの共産党国田74歳と山本が応援凱旋。まあ共産党の二次団体ですよ。この候補者明子、倉林明子って書いてあるけどおっさんですよねこの方おっさんですよね。なんか日本人っぽくない顔もしてるしね、エラ張っちゃってね。私が夏の参院選で訴える4つの、外国人生活保護廃止せよ、理由であります。まあ真っ向から真反対真逆の主張をする、で令和の候補誰が出てくるかわかんないですけど、これは推進の主張をするんだろうな。私には4つ理由があります。最高裁の判決で外国人生活保護の根拠となる法令は存在しない、法治国家なのに、したら法外ってことですよね。そんな法律ねえんだから根拠となるような、したら法外なことに公金を税金を出し続けていいのが、1番目の理由。日本で生まれ、日本で生きて、日本で眠る日本人に比べ帰るべき祖国がある外国人が日本にいなければならないって理由が非常に少ないか皆無。帰りゃいいんだもんね。そしたら外国人が生活保護されてやがるなんて言われなくて済むのに。3、日本以外で外国人の生活を保護している国は皆無である。日本ばっかし一方的すぎると。日本ばっかしって他にもありますよね。自衛のための武力は持たないなんて変な憲法案の日本だけだから。4、働きたくない外国人が日本に押し寄せる、その結果国内の秩序や治安がめちゃくちゃになると、4つの理由。片や山本太郎は印象が良くなるから外国人の生活をしましょうみたいなペラペラのね、なんだそれ、政治家はリアリストでなくてなんないんじゃないの。政治家は法律に従わないといけないんじゃないの。なんだそのいい感じだからみたいなふわふわの理由はよ。まあこれぐらいしかないんでしょうけどね。参院選で私凱旋もやるつもりですけど、まあ共産主義者と外国のスパイどもが、押し寄せんだろうな。で私が言う4つの理由に反論できやしないから、山本太郎ですら印象が良くなるなんてペラッペラのこと言ってんだから、
まあ反論できませんよ、群がってくるうぞうむぞうどもは。だから私のことレイシストだの差別だのってまあ大騒ぎするでしょうけど、まあ気にしませんよ。どっちがなるほどなって思うかって勝負なんでね。この4つの理由にですね、なるほどなって思う日本人一人でも増やせればそれでいいんです。ビッグカメラとヤマダ電機はですね、お互いの商業活動を妨害し合ったりはしませんよね。少なくとも見えるとこではしてませんよね。それよくお客さんに宇治はいいですよって訴えて、お客さんなんぼ多く獲得できるかの競争ですよね。これをですね、都合の悪いこと喋られるとまずいっつってギャー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 妨害に来るのが共産主義者と外国のスパイどもであります。まあ芝木隊なんて名前もついておりますけれども、でやつらが異常なんですよね。普通の店同士、普通の政治家同士はそんなことやらねえ。この問題を放置してる自民党もどうかしてますよ。こんなね、4つも理由がバシ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 あんのに、なんかかわいそうだからみたいなこと言って、外国人の生活保護をし続ける政府与党、どうかしてますよね。どうかしてますよ、本当に。まあね、これ知らない人も多いんで、なるべく多くの人が知るように、夏の参院選、頑張りたいと思います。私はこれ、豊島区議会、本議会でも、これ毎年言ってんですけど、誰も私のこと差別主義者とか、レイシストとか言う人はいませんよ。こんだけね、バシ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 理由言うとね。まあ妨害にも来るんでしょうけど、絶対負けませんのでね、私はね。慣れてますし。スポニチ記事。NHK 紅白視聴率が過去最低を記録。局内部はショックだったみたいであります。へえ、そうなんだ。ショック受けてんだ。視聴率 40% を目指していたが、遠く及ばず。そんでも 30% 以上はあったんですもんね。笑ってはいけない終了でですね、去年より視聴率いいんじゃねえかって期待もしてたらしいんですけど、大爆死だったそうであります。50年連続出場の五木ひろし73歳を外してですね、若者に媚びた結果が大失敗と。若者が見たいと思うアーティストをつかみ損ねたなんて言ってるらしいですけど、若者が見たいと思うアーティストいません。今いません。若者の好きなアーティストの数が増えすぎちゃって、まあまあ30年前40年前だったらスマップであるとか、あとはね松田聖子、中森明菜、河合直子とか、野口五郎、郷ひろみ、西城秀樹とかいたんですよ。この人ら出しとけば大丈夫みたいな。今いません。アーティストの数が増えすぎちゃって、あとは若者はこの人だから全部好きってこと全然ないですから、この人が歌ってるから全部好き、この人のこの曲だけは好きだけどあとはいいや、ドライなね。なんせ選択肢が昔よりも格段に増えたんで、もう選びきんないぐらい楽曲も映像も溢れておりますんでね。まあまあ時代遅れだな、 NHK の中の人ら。時代についていっていけてねえなっていうのが感想であります。ネットの判断だってつまんないもん。知らない歌詞と知らない曲ばっか。受信料強制徴収の NHK は視聴率関係ないやんか。途中のうだうだな喋りとか聞きたくない。時代の流れだ、諦めろ。家族、親戚、全員関心がなかった。紅白はですね、録画して、興味ない歌手と、途中の痛い喋りを飛ばして見てるっていうのが、若者っていうか、まあ、ネット世代でもねえのかな。録画はできますもんね。確かにですね、台本通りの痛いやりとり、
見たくありませんよ、大婚約者の、テレビ自体がオワコンなんだから何言っても無理ですね。むしろそれでも 30% あったことは喜ぶべきなんだよな。 40% 届かなかったことにショック受けてるようじゃまだまだ世間とずれてますよ。 30% あったら大喜びしてもいいんじゃないの。この他にもですね、特定の事務所が関与しすぎ問題っていうのが浮上しております。審査員清原なんとかアミューズ、パフュームアミューズ、福山雅治アミューズ、星野源アミューズ、宮本浩二アミューズ、マフマフアミューズ、マフ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 男が女が分かんないですけど、実質アミューズ歌合戦だったみたいであります。で大爆死と。この他にもですね、大河ドラマ主演アミューズ、朝ドラ2期連続主役アミューズ、テーマソング主題歌アミューズ の歌詞と歌だそうで、 NHK とアミューズの癒着は同行しているって指摘がありました。多分ですね、他の芸能事務所よりも付け届けの気前がいいんでしょうね。だからアミューズばっかりひいきにして使ってやってるんでしょうね。いろ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 あるんじゃないの、付け届けがアミューズから。NHK の制作側も人の子ですから。あとね、公務員じゃねえから、公共放送っつってるのに公務員じゃねえから、付け届けもらっても罪になんないんですよ。これが公務員が付け届けもらっちゃったら賄賂ですよね。横領とか、横領にはなんない、賄賂ですか。で刑事罰で刑務所行くってことになるんですけど、ここもね、公務員でもね、民間でもね、みたいな、いいとこ取りの小ずるい NHK らしいじゃん。NHK の職員は、なんぼ金もらってもいいんです。芸能事務所から。刑事罰に問われません。罪に問われません。公務員は、全く厳しく罪に問われますけどね。まあ、こんなことを許してていいのか。どこが公共なんだって話。な、特定の事務所ばっか使ってさ、恣意的に何が公共なの。言ってるだけで全然公共放送じゃないですけどね。まあというわけで今年も NHK と戦ってですね、あと外国人生活もおかしいものはおかしいって言わないとおかしいですよね。言える機会があるにもかかわらず、放置してる政府与党、動画してんな、いうような正月3日目でありました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン、声がひっくり返ってしまいました。